こんにちは声優の前チャンです、えー、今回は巷で何ですか加工女子というものが流行っているとお聞きしまして何でも自分のお顔フェイスをそういった女性だったり男性だったりに加工をして何かすごい別人のように盛ったりできるというアプリが流行っているということで私も今回 そちらに挑戦させていいただこうかなと思いま,す、えー、まあフェイスアップという動画アプリを今回は使わせていただくんですけれども皆さんねやっぱり、えー、ご自身のお顔お好きな方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども僕ねいかんせん自分のフェイスはもうコンプレックスの塊で極力もう素顔をさらしたくない というね昔からそれもあってマスクとかよくしてるんですけれどもまあでもそれもあるんですけれども今回は僕みたいなこういうコンプレックスを持った人間でもなんかそれなりに持ったお顔になれるかどうかっていうのをちょっと今回検証していきたいと思うんで早速やっていいいきたいと思います、えー、先ほどね、えー、撮らせていただいたあご自身の自撮りっていうんですかすごい苦手なんですけど自撮り撮ったものを元に編集していきたいと思います。はいいいやででもろろあるですね えー、これをもとにかでもね女性ああ髪型とかもそれもちゃんともう,うわーすごいね <laughs> 髪の毛長くなるだけででも確かに女性っぽくはなるねすげえなあこれちょっとつるっとなるやつかストレートでも俺多分雨降ってないとこういう感じだからなでウェーブ,ウェーブあーなるほど 長島よしきくんみたいな感じになるのね <laughs> ウェーブウェーブ斬新だなはあこうなんだウェーブかけっと俺はああこれはちょっとあの頑張ってる時のトネくんみたいな感じになりますねすごいなあへえでもやっぱやっぱロン毛かなロン毛にするとなんかグッと女性感出る気がするうん ボリュームどうなのボボリュームボリュューームム五にするとああちょっとっ重いねやっぱうん挑発かな「ンゲの前の時代を思い出す」からのやっぱね俺はねえー、やっぱね割とねやっぱりね僕は、まあ、骨格がねもうそういう骨格なんでしょうがないんですけど。 やっぱ小顔に憧れますね、えー、僕やっぱ「おこあ、怖いなでも小顔でちょっと長い髪ってなんかちょっとでもあれだな俺のこの顔のパーツだとすごいメンヘラ臭がしてくるからやっぱ小あと小顔と小鼻に憧れるねこの小さいお花に」。僕ね割とねやっぱ顔の中でも特に「ああすごい小鼻いいな」。 小小と顔なりたいでもこのぐらいが自然かな小さいかはちょっとでも小さいかは小さい花がいいなでもこれちょっとで化粧化粧あでも結構割とでもうわーひどいなこれは2か1だな あーちょっとでも毛がいいかなまあでもとりあえずいいですよ暫定的にへえスッキンこれであそばかすとかできるんだすごいねあーそばかすもねなんかあの純朴な感じがおー肌がやっぱり焼けた色になると ちょっとやっぱギャル感が出てきますねちょっとねあの顔が変わるだけで皆さんやっぱ敏感ですからねなんか「いじったんじゃないか説」が結構出るんでこれね僕初級,初級ハイボールでも言ってますけど僕はいじってないですよ。<laughs> いじってたらもっとねあのいい感じの,ラインあのフェイスに仕上がってると思います。うん、多分ね あの僕がもしそういうふうに感じていただけるとしたらメイクさんがめっちゃ頑張ってる日だと思いますこれこれいいんじゃないうんこれいいなあちょっとこれいいっすねでもねちょっとでもちょっと <laughs> この風貌でジャイアンツのポロシャツ着てるのが逆に面白いですね <laughs> <laughs> いやこれわい,い,いい顔だね、これねいい笑顔やね。クラシック。ああ、いいな、これ。うわーこんなふうに。童謡。クラシックいいね。クラシックもいいよ。肌の色。 うわ、すごい。十代、十代、はあ。前野さんがキュンとなる女子に仕上げましょう。いや、もちろんそ、そう。そう、おのずと、そういう女子になりますよ。もちろん。あ、だって、これ、言っているのは、ゲームの、なんか。あれと同じでしょ。キャラクリと同じでしょ。だから、俺、大体、ゲームの時も、あの、主人公キャラクリできると。 気はかかなりいますからねモンハンの時もそうだし割とだから男性はめっちゃイケメンにするし女性はすごい可愛く自分好みにするし今回はだからその自分好みの女性にああこれいいなちょっとこれキープしようやっぱねなんか出ますね癖がやってると自分の顔なんだけど元は。これはでも面白いかもしれない。 廊下もできるうわー素敵な廊下あー素敵な廊下いいな <laughs> いやでもこれこれか一番キュンときたのこれかないやこれはね可愛いいと思うよこれかわいいよあと髪の毛の色やってだいぶでもねちょっといいクオリティになってきましたこれは うわー全然雰囲気違うえ髪の色ってうわー雰囲気違うなでもやっぱ黒系が似合うなやっぱ俺あんま派手め似合わないな多分俺のこのフェイスだとパーツがねやっぱあーギリこれかなギリ明るあギリこれどっちがいいと思うこれこっちあこっちかなこっちかなこっちかなでも多分こっち いや迷うなああでもいや普通にでも普通にこれだけ見るといや絶対これねあの引っかかるやついますよ多分あの写真送ってって言われて多分これ送ったら「おおそこそこまぶいじゃねえか」って多分なる人いると思うけどな恐ろしいアプリだなこれマジでやば絶対引っかかる男いるわこんなの。 眼鏡はちょっと似合わないなこの顔だとああちょっと違うないやこれはねやっぱちょっとああ俺のフェイスどうなのいやちょっと待てよああやっぱでもね眼鏡はしない方がいいなうんへえまあでも 割とでもねいい感じのかわいい感じに仕上がったと思いますこれ以上やるとなんかねほころびが出そうですねあで明るさも選べんのや写真の <laughs> うわーいやこれ普通にかわいいんじゃないマジでいや普通にかわいいでしょこれ多分。 いや、これはねかわいいんじゃないかなちょっとなんかうんちょっと一瞬一瞬翔太にも見えるしななんか <laughs> ってことはやっぱあいつかわいいんだないやどうだちょっと待ってねこれこれもうあの今ちょっと最後のちょっと遠目から見ていややっぱこれはな若返り2が多分俺のこっちの方がいいなケー、OK ちょっっと待って、ねこれ、これやすとちれいにねえなマジで <laughs> どっちがいいか、ああーでもこの顔だったらちょっと明るい方がいいかな <laughs> はいということで、えー、自分の顔をもとに作った僕好みのお前のが女性になったら、えー、理想の写真が完成いたしましたこちらですじゃじゃん いやでもね俺いや自分のフェイスを元にここまで加工していただけたらどうですかねは、えー、でも100 120%も別人なんですけれどもでもねこういうふうにいろいろとご自身の顔を元にね、えー、持ったりなんかいろんな可能性を探れたりするアプリがねたくさん世に登場をしていますんでよろしければ皆さんもそういったもので遊んでみてはいかがでしょうか 作った女性の名前はああそうだなーあーー <laughs> いやでもねう子ちゃんっぽい顔してんねんマジで翔子って誰あれって思うかもしんないけど <laughs> なんかねちょっとちょっとちょっとやんちゃしてそうな感じのなんか勝手なイメージなんですけど全国のう子さん申し訳ございませんなんかでもねちょっとそんな感じのイメージで作りましたなんどうですか僕のう子さん。 ね、よろしければあコメント感想のコメントお待ちしていますんでね、はいえー、引き続き前のチャンネルの方応援よろしくお願いいたします <laughs> それではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバーイ